日本に逆転負けのブラジル指揮官、さすがにブチギレる。現地時間28日、パリオリンピックサッカー女子のグループ C2 戦目、日本対ブラジルの試合が行われた。試合は日本が前半の PK を含むチャンスを決めきれず、ブラジルは後半頭に3枚変え、その交代選手が先制ゴールを決めると、試合終盤まで日本にゴールを許さず、が、後半44分に谷川のドリブルから PK を取られると、それをキャプテン熊谷が冷静に決め同点。そして後半アディショナルタイム谷川がロングシュートを決め土壇場で逆転負けを喫していた。ブラジルの放送局、グローボ、は、ブラジルの指揮官エリアス監督の選手に対する厳しい言葉を伝えた。試合終了前の姿勢が非常に悪かった。女子選手たちは努力のせいでも、頑張りすぎたせいでも、ポジショニングのせいでもない。意思決定のせいだ。勝利するチームになりたいのであれば、試合がもたらす変化を踏まえながら、100分間一貫して試合をする必要がある。エリアス監督は、誰が傷つくかに関係なく、選手たちには真実を伝える、と、厳しい言葉をかけるとした。これは代表チームで繰り返されていることであり、私はそんなことを期待していない。私はそれを正す必要があり、誰かを傷つけたとしても、選手たちに真実を伝える必要がある。そして、彼女たちは明らかに反省する必要がある。そして、PK の審判のミスが試合に影響した。ヤスミンは明らかに腕で支えながらスライディングしていたその手にボールが当たった。これは明らかに試合に影響したが、試合の要求に応じてプレイし続ける必要があり、我々はその方法を知らなかった。今日の試合は違うスコアになっていたかもしれない。私の意見では、最後のプレイの仕方がわからなかった以外は、パフォーマンスは良かった。日本の PK についても不服なご様子。日本に敗れたブラジルは最終節にスペインと対戦。2位までに入れば突破となり、3位は他グループの結果に委ねられる。今大会男子は本大会に出場できなかったため、王国ブラジルの期待を一身に背負う彼女たちの運命やいかに。さすがにハンドやろ、完全に谷川のドリブル妨害しとったやん。明らかにボールに触ろうとして手を出したように見えてたから完全に声出し、PK 判定は妥当。個人的には前半の方が怪しかった。マルタを途中で下げたお前の責任だよ。ブラジルも落ちたもんだな。昔の強さはもうない。まあ逆の立場なら同じようなこと言うかもな。田中みな実が前半に決めてればこんな接戦にならんかったろ。多分あれは買収でもしない限りどのレフェリーが見てもハンド。スペイン戦頑張ってこちらは世界のフットボールにチャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。